皆さんこんにちは。こんにちは。D-BOYSの和田正人です。演劇集団キャラメルボックスの岡田達也です。はい、この度15作品目となる D ステアですね、今年7月に10周年を迎える D-BOYSの10周年記念公演ということでありがとうございます。演劇集団キャラメルボックスさんのですね、成井豊さんを脚本演出に迎えて、人気作風を継ぐものシリーズをですね、はい、D ステオリジナルストーリーとして書き下ろした新作、はい、駆け抜ける風のようにを上演します。はい、します。ありがとうございます。僕はですね、剣術は苦手でも、はい、今日一番の俊足の持ち主ですよね。ぴったりだね。立川仁介を、はい、演じさせていただきます。もしかしたらこの芝居のために彼は走っていたのかもしれません。これまでの人生で、そうですか、うん、集大成が見られる可能性がありますよ。すげえプレッシャー、はい、でもね、僕らも本当にキャラメルボックスさんとご一緒させていただくっていうのはもう僕もそうですし、もう D-BOYSとしてもですね、もうずっとこう、ある種もう夢見ていたと言っても過言ではないぐらいね。今だいぶ言葉チョイスの時間がかかってない。全然そんなことないです。本当は怖い怖い、この兄さん怖いですよ。本当に、はい、ということでちょっと、いや、こちらこそよろしくお願いしますね。岡田さんといえばですね、はい、この風を継ぐものシリーズ3作すべてに出てらっしゃるということでね、はい、ちょっと僕いろいろ質問したいと思うんですけど、まずこの、うん、風を継ぐものシリーズのこの最大の魅力っていうのはこれ何なんですか。これ真面目に答えて。まあ、もういや、じゃあ、真面目7割、うん、おふざけ3割ぐらいでとね、じゃあ真面目な方が、はいはい、まあ、幕末という時代背景っていうのはやっぱり現代と違って、はい、まず言葉がですね、はい、ストレートなんですよ。つまり、はい、現代ほど柔らかい表現ではなく、生きてる人たちの言葉一つ一つがまっすぐにまっすぐに吐かれてるんで、なるほどなるほど、はいはい、最初に脚本もらった時に、うん、最初はね、わ、ちょっと口にするの気恥ずかしいかなっていうぐらい、臭いぞこのセリフ、例えばね、はいはい、っていう言葉がいっぱい出てくるんですけども、やはりそこが逆に言うと幕末劇の魅力なんじゃないかな。思いがストレートに言葉になってます。あ、はい、なるほど。これがまず最大の魅力かなと。これはでもあれですね、今のこんな世の中だからこ そうストレートにこう気持ちを伝えるということのある種大切さみたいなのはお客さんに感じ取って、それが伝わると嬉しいなと思います。いいですよね。特にこの時代はやっぱり生死をかけて生きてる人たち、ね、時代を変えようと必死に動いてる人たちの時代ですからね、うん、なので、まあ、そこの魅力、熱さを感じていただければいいなと思ってます。真面目7割いただきました、はい、そしておふざけ3割ですよ。皆さん、ここからおふざけ3割です、時代劇ですからね、ハプニングも実際よくあるんですよ。なるほど。まあ、正直な話ね、気をつけてね、うちのメンバーで何人か、カツラを舞台上に落として小分けに抱えて走っていったやつが2人ぐらいいます。マジっすか、はい、あと舞台上で刀をポキポキ折ってしまってそれを拾いに行ったやつも僕は舞台上で見たことがあります。うわ怖い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 、まあ、現代劇ではありえない、ね、ありえないですね、アクシデントもね、まあ、そんなの楽しみですね。兄さん方にですね、ちょっともうおんぶに抱っこさせてもらうことになると思いますけど、全力で頑張りたい、全力で頑張っていきましょう、はい、はい、思っております。僕はちょっと今からもう岡田さんと早く稽古場に行きたいっていう、もうその気持ちがワクワクしてきました。嬉しい、はい、もう絶対にこの兄さん多分ムードメーカーです。絶対にこのお兄さんが最年長がムードメーカーやるよ。ということでね、まあ、ちょっと意気込みということなんですけれども、はい、まあ、今回僕が初めてのキャラメルボックスさんとご一緒させていただくということで、はい、まあ、これまでもいろんな作品を見させていただきまして、とても本当にもうとにかくもう俳優さんたちが個性豊かというか、そうですか、これは演出なのかな、それともなんかアドリブ的なことでやってるのかなみたいなのは本当にわからないような、そうですか、コマ画をなんか散りばめて、なんかとても面白い。でもね、基本的にうちアドリブは NG なので、なるほど、一応入っちゃうと、そう言ってくると本当にもう、うん、それこそもう成井さんの演出とかアドリブ好きなの。いや違うんですよ、違うんですよ、でも分からない、そこがどっちなのかっていうことを、ね、見ててくすぐられるというか、だからやめてよ、時代劇のアドリブとか。やんないですよ、やんない、そんな僕そこ結構ね、僕ハートがちっちゃいんで意外と決められたことしかやらないっていう、いや結構一字一句間違えないようにやるタイプなんで、きっちりやっていきましょうとか言いながら本読みでいきなり違うことやったら本当すいませんでした。そういうことで、僕はでもとても、この D-BOYSの、まあ、最年長という立場と、ね、あと、まあ、一応、まあ、座長という立場でこの作品ですね、もう本当、熱く、はい、そして情熱的に D-BOYSそしてキャラメルボックスさんとこのなかなかないこのコラボレーションで、本当に何でしょう、
最高級の上質なエンターテインメントをお送りできたらいいかなと思いますんで、英語というね、話が合うね、楽しみにしててください、はい、楽しみにしててください、はい、これね、上演はですね、10月から東京、大阪、名古屋の3都市で上演いたしまして、はい、はい、ぜひぜひ、駆け抜ける風のようにだよね。そうですね。あなたは箱根を駆け抜けたことがあるんだから行けますよ、風ぐらい駆け抜けたいと思います。一緒に駆け抜けましょう。はい、はい、それで D-BOYS10 周年新しい風を起こします。皆さんぜひ楽しみにしてください。以上、渡辺正人でした。岡田達也でした。